馬王さんにいろいろ教えてもらおうと思いまして、はい、ハーレについて、まあ、今更ちょっと聞けないハーレの基本の基本みたいな、はい、はい、をちょっと聞いていきたいんですけど、あ、馬王さん、馬王さん、ちょ、何やってんの？ちょっとエンジン来て、エンジン。何やってんすか？これどれ、あの、どれぐらいあるかなと思って、これ。ちょ、あれあれあれ。買ったんだけどさ、チューニング。いや、買ってきちゃったんだ。え、何、これチューニングするんすか、今日。そう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 。これ FI だからね、これね。キャブじゃないですか。いや、わかるけど、いや、意味がわかる。つまんない。ちょ、一回、ちょっと、やめよう、やめよう。ちょっと今日、ちょっと新しい企画やるから。おう。うん。新しい企画、うん。ちょっと手伝ってください。はい。じゃあ、やるから、お願いしまーす。はい、馬王さん。どうも。かっこいいっすね、なんか椅子座っちゃって。ドッグイトーです。どうしたんすか？はい。かっこいいっすね。ありがとうございます。で、今回ちょっと、はい、あの、まあ、新しい企画というか、ちょっと馬王さんにいろいろ教えてもらおうと思いまして、はい、ハーレについて。まあ、今更ちょっと聞けないハーレの基本の基本みたいな、はい、はい、をちょっと聞いていきたいんですけど、まず今回ね、第一弾としてチューニングについて、聞いていきたいんです。はい、結構みんなチューニングっていうと、まあ、うんうん、なんて言うんだろう、まあイメージはこうなんかバイクを速くするとかね、はい、あのマフラーやったらやんなきゃいけないとか、うん、そういうイメージなんですけど、うん、ちょっとその辺をね、馬王さんに詳しく説明していってもらおうかなと。お、はい、はい、で、はい、今回ちょっと我々あの覚えが悪いんで、カンペ、あのカンペちょいちょい見ながらやりますんで許してください。うん、ああ、はい、これ見ながらちょっとね、いや、馬王さんなるべくね、これ私書いたものですけど頼みますね。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあまずなんですけど、まずね、うん、チューニングってそもそも何なんですかね。うん、まあ、チューニングってね、いろいろイメージされる方もいると思うんですけども、まあ、まあ、チューニングですよね。で、その車両の持っているあ、そのパワーを引き出すためにはやっぱりそのコンピューターの中に ECM って入ってるコンピューターがあるんですけども、それのデータを書き換えることで、まあ、ベストな状態に持っていきましょうっていうのが、まあ、チューニングなわけですよね。それでですね、まあよく、まあ、ちょっとまあグラフちょっと見てもらうと、はいはいはい、この緑のこのね、こういう曲線ってよくあの、ね、見れてる方も多いと思うんですよ、はい、こういうね、こういうあのいろんなホームページも出てますよね。そうですね。で、これがまあチューニングしたベストな状態になるわけなんですけども、はい、じゃあこの青い線ありますよね、このぐちゃぐちゃぐちゃ、こっちですね、そう、これね、このぐちゃぐちゃ、これがですね、そう、あんまりこれ見ることないと思います。これが日本に入ってきた時の状態なんですよ。あ、なるほど、分かった。じゃあ、まあ、このぐしゃぐしゃの方がノーマル状態、ノーマル状態なんです。で、この綺麗に線になってる緑色の方がチューニングした後、チューニングした後、そう、同じ車両なんです。同じ一つの車両なんですよ、これが。こんなに違う、これが違うんですよ。これが見てもらうと、もうどうしてチューニング必要なのってよく分かると思います。はいはい、これはね、ノッキングしたりですとか、まあ燃料が薄すぎたり濃かったり、すごいぐちゃぐちゃぐちゃしてるわけですよね。はい、これを直すのがチューニングなんですよ。はいはいはい、当然乗りやすいわけないんですよ、こんなんね、なってたら。だけどもやっぱり皆さんはこれに慣れてしまっているのはっていうのがあるんですよ。だからハーレーっていうのはあまり速くないよね、ハーレーっていうのは乗り心地、うん、まあ今乗ってるやつはそんな悪くないよっていうふうに思われるかもしれないですけど、実はこれに風になってるんですね。で、これを正しくさせることによって、もう馬力もトルクも違うの分かりますよね、これね。え、こういう風にしましょうよっていうのが、あの、ハーレーのチューニングの目的ですね。なるほどね。はい、まあ、まずそこが目的で、はいはい、まあ、ちょっとかぶっちゃうとこあると思うんですけど、じゃ逆に何チューニングは必要なんですかね、それは。あのね、チューニング必要なのっていうとね、やっぱりその本来のパワーを出すためには、皆さんやっぱりエアクリーナーですとか、マフラーとか買いますよね。変え方多いと思うんですよね。で、やっぱりその給排気系ですとか、あの変えますと当然燃料が薄くなってしまったりですとか、そういうことっていうのがあるわけですよね。そこでやっぱり燃料を適正な量を示すためには、やっぱりこういう車種台に乗せて、今どれだけ燃料が出てますか、空気がどれだけ入ってますかっていうのを知った上で、まあグラフの数値を書き換えていくっていうんですかね。それがやっぱりあの我々の仕事でもあるわけでして、だから当然ね、あの今セッティング終わりました、でお客さん持って帰りました、でちょっとやっぱりね、マフラー、エアクリーナーもうちょっと変えたいななんていう方はですね、やっぱりもう一回セッティングっていうのは必要になるわけですよ。あのまた変わってきてしまうわけですから、そこでやっぱりチューニングをすることによって、まあ、常にベストな状態を保っていきましょうっていうのがやっぱり必要なんですかね。なるほどね、はい、じゃあもう一個聞きたいんですけど、はいはい、
ちょっとカンペ見すぎだよ。ああ、すいません。いや、見てないんだよ、今ね。眠くなっちゃった。すげえ熱量で語ってたからさ、ちょっとあんまカンペ見ないでください。はい、でね、もう一個なんですけど、じゃあ、結構みんなこれ聞くんですけど、チューニングするとどうなるのと。はい。あのね、チューニングすると、まあ、一番、まあ、分かりやすいというのを言えば、まあ、私なんかはね、アクセル開ける量ですよね。今までこう、これぐちゃぐちゃすると、ぐーってもう思いっきりもうアクセル開けてたわけですよ。それがチューニングすると、俺、こんなんでいいねっていうね、ちょっとね、開ける量がね、だいぶね、こう、変わってくるんですよね。本当っすか？本当、これ本当なんですよ。ちょっと、分かりづれよ、それは。だからね、この開ける量が、ここまで開けてたのが、ここでいいわけですよ。ここまで上げてたのがここでいいわ。本当に？そう、ね、そんな極端な話が変わってくるんですか？ここまで上げてたのがここでいいわけですよ。それはそうでしょ。これは本当です。これはね、間違いないんですよ。あ、そんなに違うんですか？違うんですよ。それはケーブルでも電子スロットでもそう。一緒です、一緒です。そんなに変わるもの、はい、変わります。なるほどね。ぜひね、これ体感してほしい。あとやっぱりね、音ですよね。音はいいですよね。そこね、みんな気にするんですよね。音は良くなりますね。でそう、皆さん三拍子にこだわるからね。そうあのね、キャブレーターじゃないので全く三拍子にするっていうのはね、ちょっとね難しいんですよ。ただかなり近くすることができます。なるほどね。かなり近くする。今大体どれぐらいまで落とせんすか、アイドリングって。あの車種にもよるんですけど、最近はねやっぱりあのエンジンがすごく良くなって、あの性能も良くなってますから、結構ね、前は800までが限界だったんですけど、やっぱり700回転台まで落としてるんですよ。750とかね。それはミルウォーキーですよね。ミルウォーキーですね。だからスポーツスターとかだと大体800ぐらい。800ぐらい。ただね、スポーツスターの場合は800とか900でも結構3拍子に近くなるんですよね。やっぱりそれは、うん、持ってるね、ポテンシャルっていうのはすごく高いので、それだけね、あの良くなりますね。なるほどね。はい。でやっぱ、それ以上下げちゃうとどうなっちゃうんですか？下げるとね、ちょっとね、あのいろいろ問題が出てくるんですけど、まずは一つはね、充電系ですね、発電系ですね、うん、バッテリーです。バッテリーの発電量が良くなります。こうなるとね、やっぱりよくバッテリー上がっちゃうんですよねとかいう方なんかは、あのちょっとアイドリング下げすぎですよね、まあうちでもあるんですけれども、アイドリング下げちゃったので、まあ注意としては、まめに充電、自分の入ったら充電するようにしてくださいねっていうアナウンスは必ず付け加えます。はい、なるほどね。ちょっと席戻ってください。はい、すいませんね、すいません席離れちゃった。ちょっと座っていいから、すいません、はい、でね、はい、で、あのまあ俗にほらよくあのフルコンサブコンってよく聞くじゃないですか。はいはいはい、何なんですかフルコンサブコンって。で我々が使ってるのがフルコンなわけですよ。要するにこの機械、この機械を使って、うん、まあ今入っているコンピューターの中身を書き換えるってことですよね。はいはいはい。でサブコンっていうのは、まあもう本当オートバイにくっつけちゃうわけですよ。くっつけて、でそっちを読み込ませながら、走るわけですよね。要するにあのスマホとかでやってるやつですね。あれできるやつありますよね。そう、はいはい、ああいうのがやっぱサブコンになる。ああなるほどね。うん、でだからフルコンっていうのがこの誠さんがここでいつもこうブン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 回してるのがフルコンって呼ばれる。でこのコンピューターでちゃんと数字を打っていく。そうです。あのまあ領域はもうだから0から200ぐらいまで領域全部やっていくってことですよね。うん、そうですね。それはやっていきますね。でやっぱサブコンだと、うん、それはやっぱスマホだからやっぱ一般道じゃそんな出せないですもんね。やっぱりね、それを道でやる、全く同じことを道路でやろうとするのはやっぱりちょっと厳しいものがあると思うんですよね。なるほどね。まあそういう感じなんだなやっぱり、うん、はい。まあそういう感じで、ええ、じゃあまあやっぱチューニングとはまとめると、まとめるとやっぱりパワーが出るので、うん、速くなって、うん、楽になって楽しくなってまあこれですよねやっぱりね。なるほどね、それぐらいですかね、チューニングをまとめると。やっぱりね、やったオートバイって、まあ、さっきのグラフ見てもらうもう一目瞭然だと思うんですけども、やっぱりね楽しく乗りたいですよね皆さんね。それにはやっぱりね、こういうチューニングっていうのは欠かせないと思います。これがやっぱりあのカスタムの醍醐味でもあると思うんですよね。そこを皆さんね、ちょっとよく理解していただければと思いますね。なるほどね。じゃあ、はい、孫さんから最後に一言、はいはい、皆さんに、私いつでもここにいますんでね、わからないことあったら聞きに来てくださいそうですね、はい、はい、じゃあ皆さんお待ちしてますんで、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、待ってます。お疲れ様でした。いや、お疲れ様です。うん、カンペ見すぎだよ。カンペ見すぎっすね。うん。いや、もうだから力説しちゃうとね、これよだれ出ちゃうんだよ。きたね。最悪だ。だからこの辺こんな汚れてるんでしょ、これ。そう。きたな、ほんとに。ちゃん掃除しててくださいよ。いつもやってるからね。頼みますよ。